注文住住宅宅と分譲住宅どちらがいいのか自分の好みやったりこうライフスタイルに合わせて自由に決めれる注文住宅にすすごく魅力を感じていますこれまでのハウスメーカーの知見をもとに作られている分譲住宅の方が便利なんじゃないかなと注文住宅と分譲住宅の2つプラス2つ皆様の悩みを解決する計4ラインナップがございます。 皆さんこんにちは知っておきたい令和の住宅購入術注文住宅分譲住宅それともをご視聴いただきましてありがとうございます本日司会の住宅支店のエースと申しますよろしくお願いしますで、本日は注文住宅と分譲住宅どちらがいいのかということで実際に注文住宅を検討している夏彩子さん そして同じく分譲住宅を購入を考えていらっしゃる川村美穂さんそしてプロの視点からアドバイスをいただきたいということでライフルホームズ総研副所長チーフアナリストの中山俊明さんにお越しいただいています皆様よろしくお願いしますよろしくお願いします,しします早速ですがちょっと僕今回の議論すごく楽しみにしておりましてあの一般的にやっぱり注文住宅が得意なメーカーさんだとやっぱり注文住宅いいですよって言いがちですし分譲住宅が得意なメーカーさんだとやっぱ分譲 がいいよねみたいな言い方しがちなんですが今回はもうフラットにお互いこう意見を言い合って特徴の,この理解を皆さんもしていただければと思いますのでぜひよろしししくお願いしますお願願いいまますす早速ですがちょっとこれを見ている方でそもそも注文住宅と分譲住宅何が違うのって方もいらっしゃると思いますので中山さん説明のほどお願いいたします。はいえー、注文住宅っていうのは セシュさん、えー、顧客の要望通りにですね、えー、家作りの専門チームが集まって、えー、その要望通りに家を作るという意味でフルオーダー住宅というふうによく言われます。で、一方の分譲住宅というのはよくあの建て売り住宅という言い方をされますけども、あらかじめその土地を購入してその土地の上に、えー、まあ決まった形の、えー、まあ住宅を建てるというところで。えー 工数もまあかなり短くですね。えー、作ることができるので、えー、経済性も非常に高くて、えー、快適な住宅ができるというメリットがあります。はい、ありがとうございます。で、その今のご説明を受けて、あの夏さんと川村さんにご意見を聞きたいんですけども、まず夏さんは注文住宅を検討されていることで、それの理由って何かあるんですか。 はいあの私は自分の好みやったりこうライフスタイルに合わせて間取りとかデザインもこう自由に決めれる注文住宅にすごく魅力を感じていますやっぱり家って長く住むものなので自分のこだわりは反映させたいなと思っていますそうしたこうカスタマイズが一切できない分譲住宅よりかは注文住宅の方がいいかなと思いますなるほどありがとうございますやっぱり一生に1回なんでもうちょっと気合が入って。 絶対こう自分のいいデザインを実現したいとありますよね。はいありますね。で今までこう見てきてこういうのが良かったななんていう内装とかこうデザインってありますか。はいあの今映ってる注文住宅を訪れたことがあるんですけどもこう窓もすごい大きくて広々として開放的でいいですよね。まあ、いつかは暮らしてみたいなっていうふうに思っています。あと将来子育てをするっていうことを考えると例えば服とかを簡単に 収納できる収納棚があるといいなと思いますし、子どもの勉強机なんかも子どもが使いやすいように設計できたらいいなと思います。確かにこのあたりがあの自分の家族の要望に合わせて自由にオーダーできるのがやっぱ強みかなと。こちらの画像もそうですけども、あのリビングに収納棚が壁に埋め込んであることによって地震の時に倒れないですし、凹凸が生まれず結構かなりスタイリッシュな。 デザイナーってかなりここここだわりを感じるととろろれが注文住宅のいいところですね、はい、で次こちらなんですけどもやっぱりあの子供に「片付けなさいよ」って言ってもなかなか片付けてくれないとかじゃあもう習慣化して帰ってきたらここにこれを置くとかそういうのができるそれをじゃあ作りたいなと思ったらやっぱり注文住宅がいいかなと私も思いますはいい素敵なごご意見ありがとうございました、はい、でそれに対しまして河村さん河、はい、村さんはいやいや違うと分譲住宅でしょっていうです、ね、熱い思い聞かせていただきたいと思います。 まず分譲住宅一番の理由なんですけど、やっぱり実際の建物を見てから。決められるというところが大きなポイントかなと思います。注文住宅を買った知り合いの中には、設計をしていた時とイメージがちょっと違うっていう方も多かったんですよね。 でもう一つの理由としては購入までの打ち合わせが短いという点と入居までが早いというところが、ね、また魅力だなと思います私普段仕事ももちろんしているので時間がなかなか作りにくいんですけど購入するまでの手間が少ないっていうのはとても助かりますよね注文住宅はその辺がちょっと不安だなと思いますねでさらにさっき夏さんがあの注文住宅の方が自由に間取りやデザインが 決められるっておっしゃってたんですけど私からするとこれまでのハウスメーカーの地形をもとに作られている分譲住宅の方が間取りとかは便利なんじゃないかなと思っちゃってますねなるほどありがとうございます早速本当にもうバチバチにお互いの,あの <laughs> いいところをプレゼンしていただいてありがとうございますで確かにそうなんですよあの せっかくこう決めたいと思ってもなかなか1件目の方が多いのでじゃあ自分のこう要望をちゃんと言えるのかなとか叶うのかなだったらもうできていておしゃれが詰まっているものを選んだ方が楽という意見もあると思いますので、はい、素敵なごご意見ありがとうございました。で私も前あの、ちょっとダイバーハウスの分譲行かしていただいたことがあるんですけれども結構分譲住宅で皆様思うのが分譲住宅って結構無難な間取り。 なんかこうみんなに使い勝手がいいようなそういったもう一般的なものが多いんじゃないのだったらもっとおしゃれな注文があって方多いんですが実際分譲住宅行ってみた時僕びっくりしたのがこだわりがすごいあのそのうちも天井高の普通1つじゃないですかそれが3段階に分かれていて広く見せるような工夫がしてあったりとか夜でも普通カーテン閉めますよね夜でもカーテン開けっぱなしにしてちょっとこう中庭がのぞけるような。はい そういう空間を作ることによってえこんなにこだわったのすごいねって思わせるものがあったりしたんでそれができているのが、まあ、ダバーハウスの分譲住宅とか、まあ、そういうえもうすでに建ってるものけどデザインがおしゃれっていうところの強みかなと私は思いました。 例えば、これ、ダイワハウスさんの分譲住宅なんですけど、こんな開放的なキッチンとダイニングに住んでみたいなって思うものの。自分でゼロから間取りをすべて考えるのって、ちょっと難しいんじゃないかなって思います。あと、分譲住宅が集まる閑静な街並みにもね、憧れております。これ、すごい素敵ですよね。なるほど、ありがとうございます。確かに、あの分譲地でこうだと、結構全部違う。メーカーが揃うと、デザインがこう、まあ、悪口と違うというか。 洋風和風が並んだりしますけども、分譲住宅と結構こう外観も整っていて、もう街並み自体が綺麗になって、ちょっと散歩行くのテンション上がっちゃうなみたいな。おしゃれですよねお。おしゃれですよね。うん、すごい素晴らしいところ。<laughs> あの視点がずいて素晴らしいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。中山さん、今のお二人の話を聞いていかがでしたか。はい、あの注文住宅それから分譲住宅ですね。どちらもその特徴があるので、そのまあそれを今整理した上でどちらにするか。 もしくはその違う選択肢も考えるのかということを検討され始めればいいのかなというふうにお話を聞いてて思いました。で、えっ、ー、ととりあえずですね、まずその検討する際に押さえておいていただきたい7つのポイント、これを最初にお話しして、えー、その注文住宅と分譲住宅どう違うのかということについてちょっとえご理解を深めていただきたいなと思うんですけども、えっ、ー、とまず最初にですね、スケジュール、それから 一番大切な価格それからこだわり面でどう違うのかということそれから今一番注目されている住宅性能ですねそして居住環境これは周辺の環境も含めた居住環境それから施工中の状況が見られるかどうかっていうことそれから最後にアフターサービスはどうなのかということについてお話をしたいと思います。まず最初スケジュールなんですけども注文住宅の場合は 最初にまずそのどこにどのようなものを建てるのかそれから場所土地も探さなきゃいけないですねこういった点に時間がかかるのがあの当たり前なんですよでえとその家がどの辺にどういう家を建てたいというふうに決めてそれでまあ設計施工ですねこちらに関しての,その建築会社も決めた上で打ち合わせを今度は始めなければいけませんよろしくお願いします」始まってからどこをどういうふうにつくのか間取りをこうしたいああしたいそれから水回りはこうしたいカーポートいるのかいらないのか 窓をどっち側にどう取るのか庭はどうするのかというようなことも含めて詳細な打ち合わせをこう延々と繰り返すというようなところもありますでそれで固まってからようやく工事に入ってそれもかなり時間がかかりますので、えー、と注文住宅を建てたいなと思ってから実際に出来上がって引き渡しを受けるまでは最低でも1年、えー、時間がかかる場合にはまあ1年以上と。 いいうふうふににかかるケースが圧倒的に多いですねでそれに対して分譲住宅というのはすでに出来上がっている場合もあるのでこの家が欲しいとなればそこで契約をすればですねあの極端な話翌日でももう住めるということになりますし、まあ、建築中であればそこからしばらく待って、えー、数ヶ月後にはもうすでに入居が可能ですよという意味で非常にその えー、検討を始めてから購入するまでの期間の,その心理的な負担みたいなものはですね少なくて済むというのが、えー、分譲住宅のメリットかなといいう,うに思いますそしてまあ注文住宅の場合ですねあの最初に土地を探していくことそれから建築会社を選ぶこと。 そして何よりも大切なのが住宅ローンの事前審査これに通らないと家もそもそも建てられなくなってしまいますからその経済的な確認みたいな部分ですねそれからさまざまな契約もありますし、えー、と住宅ローンの審査もきちんと本審査を通さなきゃいけませんし、えー、実際に土地を受け取って引き渡してもらってその後まあいろんなところ微細な調査を修正をした上でようやく着工すると。 である程度の期間があって立つということになりますのでこのプロセスをずっと楽しめる心の余裕のある方にぜひおすすめしたいなというふうに思いますし、えっと、分譲住宅の場合はやっぱりその一番最初に条件面きちんと決めておくというところがあるのでまず自分が買えるのか買えないのかその予算的な部分も含めて、えーまあ、その後はが早いですからスピーディーなので一番最初にその家が買えるのかどうなのか本当に欲しいのかどうか。 そういったところについてきちんと家族と自分と家族で決められるかどうかというのが大きなポイントになってくるんじゃないかなと。その後の決断の後は早く進むというところが分譲住宅のいいところだと思います。で二番目これは価格ですね。価格については注文住宅の場合はどうしてもそのここをこうしたい、えー、部材を買いたいとか壁紙は高級なものに輸入の高級なものにしたいとかあとはいや実はそのこと板張りに実はしたかったんだとか、えー、家具は作り付けで埋め込みにしたいとか。 えー、ここに可変性の高い、えー、収納を作っておきたいだとかっていうふうな,な要望がありますよねでしかもその注文住宅の場合長くお住まいになるケースが非常に多いのである程度お年,年になって、えーまあ、自分の,その健康面だとかそういったことにちょっと不安があってもじゃあここに手筋がつけられるように初めから廊下の幅を広くしておきたいとかですねそういったあの融通が利くという意味でのその 自由度が高いので当然そこにその予算的な部分で反映させなければならないというのが特徴になります。 で分譲住宅の場合はもともとそのせ出来上がっているものを買うというところもありますしある程度そのオプションでねいじくることはできるんですけれども分譲住宅の場合はそのもともと決まっている価格からほとんど動くことはない、まあ、若干動くことはありますけれども、えー、オプションで少し高くなるということはあっても例えばその台所の天板をその人工大石から天然の大石に変えたいとかですねもしそういったご要望があった場合にそれが可能であればそこにオプションの費用が少し乗るという,うなことがあって予算が少し変わる。 あることがあるといった程度です。で、えっと3つ目、えっとこだわりといったところですね。それについてお話をすると、特にその注文住宅というのは自由度が非常に高いですから、えっとまあ本当にゼロベースで一つ一つここはどうするあそこはどうするという,ふうに作っていくので、当然自由度は高いです。ただ、えっと一般のそのセスさんがえっとそういったことに詳しいということはなかなかないので、当然その えー、中央住宅を建てる際にはその窓口になってくださる担当の方といろんなその情報交換をしていって自分でも勉強しながら家を建てていくということが必要になってきますから、まあ、自由度が高い分責任も重くなるので一生懸命勉強しながら作ると、まあ、そこをプロセスを楽しめるかどうかというのがポイントになります。でえー、対してて住宅については まあ自由度が一般的に低いともちろんそのある程度決まっていてオプションをつけることもできますけれども、えー、自由度はその注文住宅ほど高くないのでその代わりも,もう決まりきったものだからというふうに割り切って購入することもできますのでそういった意味での自由度は低いですが、まあ、あのそのまま買って住めるという意味でのそのきやすさそういったものもあるというふうにご認識いただくといいと思いますね。つまりその自分のライイフスタイルに 合わせてどういうふうに変えていくのか、変える可能性があるのかということを考える方は注文住宅の方がいいでしょうし、まああのライフスタ,ジオスタイルが変わったら、まあこの物件をぶって別のところに引っ越すことも考えているよという方であれば、分譲住宅をそのままストーンと買ってしまった方が手間がからないというようなことにもなるかと思います。そして四つ目、えー、っとこれは今非常に注目されているんですけども、これから先あの住宅性能というものがですね、これから非常にこう注目されてくることが えー、明らかになってますというのは2025年の4月からですね全ての新築建築物に省エネ基準適合義務というのが発生するようになるんですねですから今のうちにこの住宅性能を高めておくことが将来その自分の家の資産価値を守るでも非常に重要なポイントになるんですけども えとその注文住宅の場合にはその性能に住宅性能にもこだわることができて、まあ、好きなだけ断熱材たくさん入れてですねあの冬暖かく夏涼しく過ごしたいというケースもあるでしょうし、えー、太陽光パネル積んで、えー、それから蓄電池もつけて、えー、それからあ電気自動車を購入してそのトータルで家のエネルギー性能みたいなものを考えていって地球環境にも貢献したいというふうな考え方を持つこともできますし。 一方その分譲住宅の場合はまあそのえこれから決まっている性能というのは省エネ性能も断熱性能も等級4以上であることというのが求められるわけですけどもその等級4以上であればそれ以上のものについてはえなかなかオプションでもつきにくいというのはありますのでえある程度その性能というのはえ決まってきているともちろんその現状のこれから施工されるえ住宅性能はえ維持はされているというところでご安心いただければなと思います。 で、えー、5つ目、ですね、えー、居住環境についてなんですけども、えー、注文住宅の場合はそのまあ内装だけではなくて外観これもまあ自分でこだわって、えー、壁はこうした,したい屋根の色はこうしたいとかですね、えー、性能こうしたいとかっていうところも含めて、えー、自由に設計デザインすることができるわけですけどもそうなるとまあ町との統一感みたいなものを考えて家を建てるかどうかっていうところは世主さんの意向に従ってくるということになります。もちろんその おのずから限界はありますけれどもその町並みにちょっと合った雰囲気にしてほしいというふうに考える方もあればちょっと個性的な家に外観も個性的ないかにも注文住宅らしいあの個性的な家にしたいという方もいらっしゃるのでこの辺とその町の環境の統一感というのはなかなか取るのは、えー、その接種産次第ということになってくるかと思います。で一方で、えー、分住宅の場合は、えー 道路付けも含めて、えー、ある程度決まった規格での住宅を建てていくわけなのでその街並みとの統一感というのは非常にバランスも取れていますしその辺はその建築会社の方がよく考えて、えー、道路付けを非常にちょっとく,くねらせてあの子どもさんの安全を図ったりとか車のスピードが出ないようにするとかねそういったことも含めて、えー、工夫をされたりしますのでそういった意味での統一感街並みとの統一感というのは分譲住宅の方が一般的には高いというふうに言われています。 それから6番目ですね、えー、現物を確認するということも非常に重要なポイントになってくるわけですけども、えー、と注文住宅に関しては施工中に確認ができます。当然その行ってですねちょっとあの工事中申し訳ないですけどヘルメットかぶって中を見てですね、ここはこうなりますああなりますとで。設計図を見たり、 完成予想図などをこう見ながら頭の中でイメージしてあここはこうなるんだなというところがわかるし具体的にちょっとイメージと違うなという時にちょっと相談をしながら多少アレンジメントすることももちろん可能になってきますのでそういった意味での自由度最終的な改変性みたいなところも注文住宅では非常に高いというところがあります。ただその 出来上がってしまってからはもうこれはもうあの建てる最中のプロセスは全部分かるわけですけども出来上がってしまってからさらにその内乱するその時にここをああしてくださいこうしてくださいとはさすがにできませんからそれはまあ分譲住宅については施工中の掛けがなかなか逆にできないと。 いいううととととこころろがちょっとウィークポイントかなというところはありますただあの完成物としての住宅を見に行くことができるのでそこでまあ限界がありますけれども指摘をしてここはちょっとあの直してくださいとかそういったことについてはきちんと指摘ができますからその意味でのの安心感とといいいいうううは非常に高いなというふうに高なふ思いますですからまあその工事中に見に行ける見に行けないみたいな違いが分譲住宅と注文住宅の場合はあるよというところを認識していただくといいかと思います。 そして最後に7番目ですねアフターサーサビスこれについてはそのメンテナンスというところが非常に重要なので例えばその雨漏りしたとか大きな災害が発生したときに家が傷んでしまったというときにどうするのかということだと思いますけれどもまあ、えー、と注文住宅の場合はその、えー、非常にそのオプションでいろいろと作っていますのでそのアフターメンテナンスに関してもお期間も長いですしさまざまな部位についていろんな保証がついていてそれをこう細かくケアしていただけると。 でもちろんその,、えー、そのハウスメーカーさんとのお付き合いの度合いにもよりますけれども長くその担当者の方とお付き合いいただくことで、えー、まあ,あの末永く安心して住み続けることができるというのが注文住宅の大きな特徴ですね。でそれに対して分譲住宅に関してはそのメンテナンスはもちろんあのアフターサービスとしてつくんですけれども保証,保証であるとかその他の期間ですねそういったものについては、えー、ある程度 期間が過ぎますとこれはもうあとは再契約アフターサービスでするか別途そういったところと契約をして工務店さんにちょっと直してもらうのかそのメーカーさんに別途費用をお支払いしてですねさらにその後のアフターメンテナンスの契約を結ぶのかというところでそのコストの部分というのが微妙に違ってくるというところもあります。ですからまあこれは分譲住宅それから注文住宅の7つの大きな違いかなというふうに思います。ありがとうございました 非常にあの特徴が分かりやすくそして詳しく説明していただきましてありがとうございましたちょっと今の話を聞いてちょっとお二人、いかがですか、ご意見とか。 いやーなんか結構いろいろ考えないといけないんだなと思いましたね、えー。本当ですね。なんか本当に知らないことがたくさんあって勉強になりました。で分譲住宅の方がいいと今でも思ってるんですけど、少しデザインも自分で選んでいきたいなとは思いますね。はい。私もあの注文住宅派ではあるんですけど、正直こうゼロから逆に何を考えたらいいのかわからなくなるっていうのがちょっと不安なところではありますね。ありがとうございます。 で実は今おお二人ががっっしゃっていたことがもう本当あるあるるで注文住宅はいいんだけどでも何かこうちゃんと1回目で自分のいいものが実現できるかちょっとフリーすぎるのは怖いとで逆に分譲住宅で分かりやすくて見えてるから失敗は少ないんだけどもでもちょっとこうもうちょっと選びたいとかもうちょっとだけ変えたいっていう悩み皆様お持ちなんですが実は大和ハウスではこの注文住宅と分譲住宅の2つ プラス2つ企画住宅とセミオーダー住宅というです、ね、皆様の悩みを解決する商品計4ラインナップがございますのでご安心いいたただけたらなと思います、はいで。こういう住宅を建てると結構分譲住宅とかこう中身が見えないつまりこう保証だったりとか中の断熱材とか性能とかそういったものがどうなんだろうと思う方が非常に多い。 さらに金額も後で増えたらどうしようかなとか結構心配は尽きないんですがその辺をですねこうホスピタリティとして大和、えー、ハウスさんでは、えー、企画住宅セミオーダーを準備しているプラス納得価格の統一坪単価、はい、というのとあと8つの注文住宅品質そして厳選した人気の間取りといった共通した3ポイントこれが今言った4つのパッケージにすべてに あてがっているというか、全てに生かされているというのがありますので、ちょっと説明していきたいと思います。で、まず一つ目なんですけども、納得価格の統一坪単価っていうのがありまして、結構あのね。家ってお金増えちゃうと心配になりますよね。うわ、ちょっと予算増えてきたってなるんですが、えっとダイワハウスではそこはすごく分かりやすくですね。これをつけたらこのように増えます。壺が壺つまり畳2枚で。 1、はい、一坪なんですけどもこれがこう変わったらこうなりますよということを非常に分かりやすく伝えてくれますので早い段階でで総額が見えてこの辺安心なんです次に8つの住宅品質という話をしたいんですけどもよくあの分譲住宅とか企画住宅とかですといやいいんだけど中身どうなんだろうと。 見えない断熱材とかあと保証だったり窓がどういうのがつけられるのとか結構分かりづらいところがあるんですがここがダイワハウスさんのと安心なポイントでして今までこう培ってきた快適性とか信頼における設備そういったものが全部この4つのパターン全部に当てはまってますのでこの辺の安心度が高いっていうのが僕はすごく強みかなと思います。 次なんですがよくあの企画住宅とか分譲住宅とかでやっぱり間取りが決まっているっていうのはやっぱ一般的な、まあ、ちょっと無難なんじゃないのって思う方もいると思うんですけどもやっぱり今までこうもう何万棟ってやっていく中でいろんなお客様の意見も聞いてどんどん厳選して本当に抽出,抽出したいい間取りが集まっているものがその選べる中に入ってますのでかなりですね考えられてるんですよ。 でこの間一個は晴らしいなと思ったのが子供部屋ってベッドを置いちゃうと結構子供がベッドに乗って窓を開けると落ちちゃうとかそういうリスクもありますし結構大きい窓を取っちゃうと外から覗かれちゃうからずっとカーテン閉めっぱなしとかあるんですが結構大和ハウスの見てみると窓が高い位置にあって落ちないとか。 ずっと開けっ放しで明かりは取れるんだけどカーテン閉めなくても結構いい時間が長いとか本当に使い勝手とデザインの両立ができてるってものがたくさん詰まっておりましたのでちょっと気になる方はですねぜひ見ていただきたいと思います。でちょっとさっき触れたですね企画住宅とセミオーダー住宅の説明したいんですけどもまず企画住宅というのがもう1,000以上のプランつまりもう間取りが決まっていて今までの経験をこう濃縮した間取りがあってそれを選ぶことができる。で僕ちょっっと今回思ったのがこう 外観も非常にこうかっこよくて「えこれすごいこだわったでしょ」って来客者に言われるような外観たくさんありますのでぜひ見ていただきたいと思いますで一方でセミオーダー住宅というのは、まあ、そのプロが厳選したパッケージというのは同じなんですけどもさらにちょっとのアレンジカスタマイズができるんですよ。 さっちちょっと固固ままるのはいいけど固まりすぎちゃうそこですねそれをちょっとできましてでそれさらに面白いのがこう収納とかあと窓の大きさ結構窓の大きさって変えられないケースが多いんですが窓の大きさとか位置まで変更可能なのでベースはおしゃれプロが厳選してでちょっとだけ変えることができるこれがセミオーダーダ住宅っていう商品なんです、はい、このような買い方ができるとやっぱり初めてでも自分の,そのどこまでやりたいかによって選べますのでこの辺りはすごくいいかなと思います。はい いいやこれあありりがたいですすよねね住宅とっても気になります、ね、ーあの考え方の一つとしてまあそのセミオーダーであるとか企画、えー、住宅であるとか分譲住宅というのがあるんですけれども実際にその住宅購入を決められた方がに我々ライフルホームズの方でアンケート調査を取った結果が今出てますけれどもご覧いただくとやっぱりその、えー 家を建てる時のその担当者になってくれる窓口の方この方が信頼できるかどうかっていうのは非常に大きいウェイトを占めているという意見があった一方ですね先ほどご説明したえと住宅の性能ですねこれには非常にこだわりたいというふうにおっしゃってる方もいらっしゃるしあとそのまあデザインとか設計部分でどういったところまでこだわれるのかつまりその えっと分譲住宅と注文住宅のいいとこ取りをしたいというふうに思っていらっしゃる方がアンケートの結果でも非常に多いということがよくわかりましたので、まあお二人の悩みも含めてその四つの企画もあるというところがですね非常にその優れている点かなというふうには私は思いました。はい、皆様ありがとうございました。はい、であの即ちょっと話題が盛り上がってあれなんですけれども時間がちょっと来てしまいますのでちょっと中山さん一言、はい、視聴者に向けてアドバイスをお願いいたします。はい。 あの分譲住宅を選ばれるか注文住宅を選ばれるかというのは、まあ、これはお好みでいいというふうに思いますただその分譲住宅のいいところそれから注文住宅のメリットそういったところをですねよく理解した上で自分にとって一番いい選択肢はどちらなのかもしくはその間にある他の企画住宅であるとかセミオーダーであるとかそういったものを選ばれるのかということをご自身でよく考えて選ばれれば満足の高いそれからその長く住むことができる住宅を手に入れられるんではないかなというふうに思います。 います。はい、中山さんありがとうございました。ありがとうございま,ざいます。で最後に大和ハウスさんよりお知らせがあります。5月26日までに大和ハウスさんのインスタグラムをフォローとコメントをしていただくと、なんとプレゼントがもらえるキャンペーンを実施中。さらにダイワハウスさんの店舗上や分譲地に訪れてアンケートで応募すると抽選で素敵なグッズがもらえるキャンペーンってのを行っております。ふるってご応募ください。 はい。でこの動画、皆様のちょっとお悩み事の解決にお力添えできたら幸いだと思います。ぜひご自身のライフスタイルに合わせた住宅購入をしていただけたら嬉しいです。それでは皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうありがとうございました。